マロン酸ジエチル、またはドイツマルクは、マロン酸のジエチルエステルである。ブドウやイチゴに含まれるリンゴサマ州の無色液体で、香水の成分としても用いられる。バルビツール酸、人工香料、ビタミン B1、ビタミン B6 等のほか、ファビピラビルの製造にも用いられる。消防法に定める、第4類危険物、第3石油類に該当する。 マロン酸は比較的単純なジカルボン酸であり、二つのカルボキシ元が接近している。マロン酸からマロン酸ジエチルを形成する際には、両方のカルボキシ元のヒドロキシ元がエトキシはじめに置き換わる。マロン酸部分の中央にあるメチレン元は、二つのカルボニル炭素の隣にある。カルボニル元の隣の炭素原子上にある水素原子は、 アルキル元の隣の炭素原子状にある水素原子の最大30桁も酸性が強い。二つのカルボニル元と隣り合う炭素原子状の水素原子は、魔のメチレン元からプロトンが除去されて生じるカルバニオンを安定化させるため、酸性はさらに高まる。この化合物の強薬塩基の共鳴安定化の範囲は以下の三つの共鳴式で描かれる。 クロロサクサのナトリウム塩とシアン化ナトリウムの反応の後、生じたニトリルを塩基化水分解することで、マロン酸、ナトリウム塩ができる。フィッシャーエステル合成反応により、マロン酸ジエチルとなる。この化合物の主要な用途の一つは、マロン酸エステル合成である。マロン酸ジエチルと適当な塩基の反応で合成されるカルバニオンは、適当な給電資材で、 アルキル化することができる。このアルキル化1、酸次カルボニル化合物は、すぐに脱炭酸して、痴漢作酸を得る。塩基としては、ナトリウムエトキシドを用いることが望ましい。火星アルカリや他のアルコキシドを用いると、加水分解やエステル交換反応により、複製生物を生じてしまう。他の多くのエステルと同様、この化合物にもくらい全縮合反応が起きる。 この化合物を用いる利点は不足の自己縮合反応が起こらない点である。また他のエステルと同様アルファアイが収束化する。日本では唯一、電化が製造を行っていたが、海外メーカーとの価格競争を受けて2017年4月までに生産を休止した。2020年に2019年に新型コロナウイルスの感染が拡大すると、 殿下に対して治療薬の原料として国産原料を使用したいとの要請があり、同年5月に再び生産を再開している。ありがとうございます。